けましておめでとうございます。2021年が素晴らしい年になりますように。27年毎日365日着物を着ております。着物アドベンチャー香織でございます。皆様は天皇陛下が元旦の日一番で何をなさるかご存知でしょうか。早朝から霊水で禊をされ、歴代天皇陵に遥拝され、国民全員の幸せを祈っていらっしゃいます。これは令和の天皇がなさっているだけではなくて、初代天皇神武天皇から続いて行われております。ありがたいことですね。ですから私たちお正月には気持ちを正して着物を着る良い機会だと思います。私は元旦にどこに行かなくても清掃をいたします。着物と洋服の違いは、洋服は流行のものを買った、こんな素敵なものを持っていると言って自己アピールできる、そういうものだと思いますが、私は着物で一番大切に思っているのは、お会いする方がどんな着物を着たら心地いいか、そして喜んでいただけるかです。ですからお正月は神社にお参りに行くときには神様に喜んでいただける着物を選びます。ご自身がこの着物好きだから神様に見ていただきたいからということで、着物デビューはよろしいかと思います。今日私は黒留め袖を着ています。とても格の高い重い着物です。皆様は結婚式に着ていく着物だと思っていらっしゃると思いますが、まさしくお正月にお召しになられたらよろしいかと思います。小物の帯揚げ帯締めは結婚式の白ではなくて色使いをされた方がよろしいかと思いますが、今日私の黒留め袖は菊の模様です。この金色の部分は金の金糸の刺繍、白いところは古墳染めになっています。このような重い黒留め袖を結婚式で着ることは少ないので、紋のところに桜のレースのものをつけていただいてパーティー仕様に変えています。この帯は雅子皇后陛下がご成婚の時に着られていたロールデコルテの同じ模様と生地になります。皇室の方が着られるローブデコルテは帯地を使われることが多いです。またこの件につきましてはお話しいたします。今日私がお正月の着物で皆様にご提案したい着物がこちらです。黒い五つ紋付き、そうです、いわゆる喪服です。黒の着物の五つ紋付きですから格式が高い着物です。これに鮮やかな帯を締めて神社にご祈祷に行くなんてとても素敵だと思います。この着方は私の恩師でもあります中谷久子さんが考案されました。今はなかなか難しいですけれども、皆様でこの黒の五つ紋付きに鮮やかな帯を締めて新年会、素敵だと思います。ぜひ着てみてください。万葉集の和歌に、アナ恋し今は見てしか山かけの、柿穂に咲ける大和の弟子子という和歌があります。大好きな和歌なんですけれども、ああ恋しいな、あの山里の垣根に咲いている大和の弟子子のような愛しい人よという和歌なんですが、皆様もう一度会いたいと言われるような女性になってください。では本年もどうぞよろしくお願いいたします。27年365日毎日着物を着ています。着物アドベンチャー香織でした。